こんにちは、よそやマスターです。今週はですね、第57回アメリカジョッキーズクラブカップについてお話をします。16頭ですね、頭数は揃ってるんですが、ちょっと中心馬が不在の、混戦模様なのかなというふうに思っております。それでは過去のレースを順番に振り返りますが、1個目がですね、菊花賞ですね。でこのメンバーからはですね、5着のサトノラーゼンが出走してくると。でサトノラーゼンなんですが、1枠2番ですね。好意のインを追走して、ちょっとこの時はあんまり見どころがない内容だったのかなといった感じがしますが、ただですね、もともとダービーでもですね、好走したことがあるように、ここまでメンバーが落ちるとやはり、チャンスはあるのかなというふうに思っております。ちょっと距離も長いのもありましたね、この時は、という感じがします。で次ですね、アルゼンチン共和国杯ですね。で勝ったのがゴールドアクター、この後有馬記念も勝ってますね。で3着のレイブミストラルあたりが、先週落勝しているので、そういう意味ではですね、メンバー的には強いのかなというふうに思っております。でこのメンバーからはですね、スーパームーン、あとですね、マイネルフロストあたりが出走してくるということになっています。でスーパームーンとですね、マイネルフロストなんですが、スーパームーンはですね、イの3番手の絶好位なので、これはちょっと着順ほど内容がないのかなと思います。で一方マイネルフロストがですね、3番かな、そうですね、3番なので、この並んだ位置での、6着ですね。なのでこれを考えるとですね、今回はですね、やはり内枠1番を引いた分、マイネルフロストの方が上位に来る可能性が高いのかなというふうに思っております。ルメール騎手なんでね、スーパームーンは完全には無視はできないんですが、どちらかというと、マイネルフロストの方が上という評価ですね。で次ですね、金庫賞ですね。でこのメンバーからはですね、2着のディサイファー、あとマイネルフロストあたりも出走してくると。でディサイファーはですね、1枠1番で好意のインにいたんですが、ちょっと直線狭くなったのもあって、勝ち馬に迫れなかったというところですね。でマイネルフロストは11番から、外を回った分ですね、4着を考えると、内容的には互角なのかなといった評価です。で前回を考えると、マイネルフロストと、ディサイファーが互角で、スーパームーンよりちょっとマイネルフロストが上かなといった評価ですね。で次ですね、ディセンバーステークスですね。でこのメンバーからはですね、スーパームーンとグランモンタナが出走してくると。で、どちらもですね、好意のインで足を貯めたので、やはり、その着差を考えるとスーパームーンが上という評価でいいのかなというふうに思っております。であとですね、次、最後が中山金牌ですね。でこのメンバーからはですね、マイネルフロスト、あとラブズトゥーフェイム、あとステラウィンドあたりが出走してくるということですね。でこのレース超スローペースでして、大逃げを打ったマイネルフロスト、もうちょっと粘ってほしい内容だったかなという感じがします。で対して、ステラウィンドがですね、5着ですね、ステラウィンドが3番ですね。これもですね、先行した割にはちょっとどうなのかなといった感じですね。で一方ですね、一番内容が良かったのが、追い込んだ、4着に追い込んだ ラブズ・トゥ・フェイムですね、14番ですね。なので、金牌の内容だけ見ると、実はラブズ・トゥ・フェイムが一番強いんですが、やはりちょっと追い込み客室と先行客室なので、展開試合ではやはり前が再度残るということも想定できるのかなというふうに思っております。でですね、展開を見せしながら一頭一頭説明しますが、そうですね、逃げるのがですね、アップルジャックを一応逃がしてるんですが、これがいかないと鈴鹿デビアスの短期逃げになるのかなと思っています。ちょっと内からいきますが、1番の マイネルフロスト、1枠1番をうまく生かせれば、今回も好走必至なのかなというふうに思っています。で2番は厳しいと。でディサイファー、このまま内ラチ寄ると走るので、2枠3番は、非常にいいですね。今回も、要注意の1頭かなというふうに思います。で4番は厳しいでしょう、ちょっと直球分けですね。で5番はですね、これならばスーパームーンで、スーパームーンならですね、やはりマイネルフロストといったあたりになるので、ちょっとこのグランモンタナは買わなくていいのかなと思います。でサトノラーゼン、これもですね、ベリー騎手なのでうまく乗りそうなので、今回は好走必至でしょう。で湘南バッハ、ジャパンカップ12着なんですが、0コンマ誤差ってことを考えると着順ほど悪くないと思うので、差しが届く展開では注意が必要と。でステラウィンド、そうですね、これもですね、前回あんまり強くないので、抑え程度かなと思います。で9番の、ラブズ・トゥ・フェイム、これは追い込みが有利の展開だったら当然、好走必至と。でルルーシもちょっと休みすぎですね。でスーパームーン、ルメール騎手なので完全に無視はできないんですが、その前の、2走前3走前比較するとやはり抑え程度の評価かなと思います。で12番13番厳しいでしょう。で鈴鹿デビアス、ちょっと最近負けすぎなんですが、
まあ、楽に逃げを打った時展開で残り目が注意かなと思います。で8枠2頭は買わなくていいでしょう。一応ですねこういう形で、16頭分析しております。あとはですね当日、土曜日の競馬を見て馬場状態を見て最終的な判断をしたいと思っております。アメリカジョッキーズクラブカップの解説は以上です。でここからですね有料会員様限定でお届けしますが、